こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、居住用建物の賃借権の承継について解説させていただきます。まず、承継っていうのは、引き継ぐといった意味合いです。つまり、居住用建物の賃借権、借りた人が持っている権利ですね。これを引き継ぐという話を今回させていただきます。具体例あった方がわかりやすいので、ちょっとこちらの図をご覧ください。A さんが建物のオーナーで貸主です。これを B さんに貸しました。アパート一室を B さんに貸しました。つまり、賃借人は B さんで、居住用建物の賃借権、B さんが今持っている状況です。で、B さんには妻 C と子供 D がいました。別に妻 C いなくてもいいですし、子供 D いなくてもいいんですけども、とりあえず相続人がいるという状況です。で、一緒に住んでいた、住んでいなかった、これはどちらでもいいです。どちらの場合でもいいですが、とりあえず B さんが死亡したと。この場合、賃借権ってどうなるかというと、賃借権は相続の対象になるので、C さん、D さんに相続されます。これは、先ほども言った通り、C さん、D さんが一緒に同居している場合も、同居していない場合も同じです。B の賃借権は相続人に相続されます。まずこれが一つ目のポイントです。で、続いて、B さんに内縁の妻、E さんがいて、B と同居していたと仮定します。この場合、妻がいるってなってくると、ちょっと、不倫関係になるわけですよね。なので、あんまりちょっと状況的には良くないかなと思うので、C さんはいなかったとして、子供 D がいたと仮定しましょう。相続人として、子供 D さんがいた。で、B さんは内縁の妻 E と同居していた。で、この状況で B が死亡した。この場合、内縁の妻である E さんは賃借権を相続するのかというと、これは相続しません。あくまでも相続人が相続するんですね。これが原則の考え方です。ただ、特別ルールがあります。特別ルールってどんなルールかというと、もし B さんに相続人がいない場合、つまり C さんも D さんもいませんでしたという場合です。で、いなくて B さんが内縁の妻と同居をしていた。こういった場合です。こういった場合どうなるかというと、この場合は E さん賃借権を承継します。相続するわけじゃないけども、引き継ぎますよということですね。こっちは引き継げないんですよ。あくまでも相続人 D さんが引き継ぐんですね。もし C さんもいたとしたら、C さんと D さん、どちらも承継する。こっちと同じ考えですね。同じ考え方ですね。で、一方で、この C さんも D さんもいなかった、相続人がいなかった、内縁の妻 E さんだけで、B と同居を一緒にしていたと。内縁の妻と B さんが同居していたというのであれば、この場合は E さんは賃借権を引き継ぎますよ。という話です。ただし、もし E さんがこの建物承継したくないと、賃借権承継したくないというのであれば、B の死亡を知ってから1ヶ月以内に賃貸人である A さんに対して反対の意思表示をすれば、賃借権を承継しないことも可能です。つまり、相続人がいなくて内縁の妻 E が同居していた場合、B の死亡によって賃借権は内縁の妻 E に承継されるけれども、その承継されるものいりませんと、賃借権いりませんというのであれば、B が死亡したことを知ってから1ヶ月以内に、賃貸人 A さんに対して反対の意思表示、つまり賃借権は承継しませんということを伝えれば、賃借権を承継しないということも可能ですよという話です。ここもポイントとなってきます。で、ちなみに、この特別ルールについては、特約で承継排除することができます。つまり、もう AB 間の賃貸借契約で、賃借人 B さんが死亡したとき、同居人 E さんには賃借権は承継できないものとするよ。というふうに、AB 間の契約で、決めていたと、特約していたというのであれば、それに従うよ。つまり E さんは賃借権を承継することができないと、いうことなんですね。
まあ、これは特約があった場合、特約がなかった場合はここの特別ルールの話です。ここの黒文字の部分と赤文字の部分ですね。もう一度この部分重要なんでおさらいをしておきます。この特別ルールは相続人がいなかった場合です。いなくて賃借人と同居する内縁の妻がいたと、まあ、そういった場合です。この場合賃借人 B が死亡することによって内縁の妻 E が B の賃借権を承継します。 E はその賃借権承継したくないというのであれば、 E さんが B の死亡を知ってから1ヶ月以内に A さんに対してこの賃借権承継したくありませんという反対の意思表示を伝えると。そうすることによって E さんは賃借権を承継しないこともできるんだよという話です。非常に重要なポイントですし、よく試験でも問われる部分なんで、ぜひですね頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。